はい、ゆめです。どうも。はい、そして、はい、YI です。おー、ワイヤー君、今日はありがとうね。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、はい、もう動画のサムネイルで分かってる通り、こちら2022-2023ゆく年くる年特別企画、東京ディズニーリゾート、はい、今年の重大ニュース。おー、毎年恒例毎年恒例。はい、この振り返り、今年はね、はい、ワイヤー君にちょっと来てもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いえ、OKOK、いよいよ。やっぱりね、はい、1年間東京ディズニーリゾート、はい、いろいろあったなって時に、やっぱワイヤー君はバランスよく結構いろんなものを見てるなと思ったの で、はい、で今日呼びました。はい、ありがとうございます。いやいや、いろいろあったね、今年もね。あといっぱい行ったしな。いっぱい行きましたね。いっぱい行った、はい、なのでこの1年間どうだったか振り返り、はい、ちょっとね、早速やってみようと思います、はい、もう毎年のこれ恒例企画なんでね。恒例企画、もう 4、5年やってるかな。おー、すごい。おー、いやいや、やっぱこれやってる YouTuber いないでしょ。いないですね、本当に。うん、でも面白いでしょ、これ面白いです。うん、絶対やった方がいいんだけど、みんなやらないんだよね。やればいいのにな、本当に。でね、重大ニュースじゃなくて、実はね、はい、20にした。お、いや、言うこと多いんではいはい20にした、はい、ので、じゃあ振り返っていこうか。はい、お願いします。進みましょう。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ重大ニュース言いながら、はい、20代ニュースいきます。はい、今年のニュース第20位。はい、20位。どのお菓子が逼迫。おー、うん、で、2021年、去年12月に続き2年連続で、実はね、去年ね、ランクインできなかったの、これ。あ、去年の12月も逼迫したんだけど、もうこの振り返り取った後だったんでで、まあ2年連続ってことで、うん、お菓子足んなかったねって。まあこれ最近だよね。そうですね、ネタとしてはね、はい、いや、これ20にしました。うん、これどうだった、何かあった。いや、そうですね、やっぱり去年に引き続き2連続っていう衝撃と、うんうん、あとはもうやっぱりお菓子屋さんの景色の変わりぐらいが、うん、すごいよね、うん、普段お菓子売ってるところになんかアパレルになったり、ソファーなんかクッションになったりね、はい、うん、で、これパークにどうしようもできるんだけど、うん、2年連続足りないってさ、じゃあ去年何してたのかいっていうふうにね、うん、うん、まあ、去年は1回目だから、はい、まあ仕方ない、ちょっとね、未曽有の出来事なんで、うん、まあ仕方ないと思うんだけど、はい、今年もっていうところはどう？そうですね、なんか去年の、ね、経験っていうかあるから、今年は大丈夫だろうってちょっと勝手に思ってましたけど、うん、ね、やっぱりね、パーク40年やってて、うん、お菓子足りないってこんな2年連続のことでやっぱり珍しいんだよね、はい、うん、そうですね、うん、でもやっぱり多分だけど、うん、そのまあこれでもコロナ禍の中でね、はい、そのお菓子メーカーの生産ラインとかもあると思うんだよね、うん、結局、うん、結局オールシー側としてはじゃんじゃん作ってほしいんだけど、はい、お菓子メーカー側がやっぱ人を調達できないとか、うん、でやっぱりその急に政府がね、旅行支援とかまでやりだしたから、うん、やっぱりいろんな観光地でね、お菓子が一斉に足りなくなって、はい、工場側が値を上げてるっていう可能性もあるわけで、うん、まあちょっとかわいそうかなって気もするね、やっぱ攻めるのはね、だから半分同情、うん、半分何やってんのって感じかな、うん、うん、そうですね、もうちょっと早めにね、少し数を制限してればとかだよね、あったかもしれないですね。ちょっとなんか情けないなって思っちゃったな、お菓子足りないってね、はい、はい、これ20位にしました。20位、はい、じゃあ次19位ね。はい、19位。第19位、はい、ドドン、ジッパーディーデューダがエントランスビデオから消えた。ああ、はい、これは19位にしました。これ19位、うん、もっと上の方にいるかと思ったけど、はいはい、これは俺は19位にしました。お、うん、どう？え、自分はもうちょっと10位とか、あ、もっと上の方、かなり衝撃なニュースってことね。そうですね。あ、なるほどね、はい、ね、これ個人的にはね、やっぱ退社かな、うん、要は卒業する人もいれば、はい、新入生もいるので、うん、
まあ、そういう風に BGM って大社でディズニー映画って毎年どん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 増えてくるから、それでいくら定番名曲でもその分押し出されていくものだから、まあいつかはそうなるわけで、まあただ突然唐突な削除でやっぱり違和感ある人多いと思うのね。そうですね。ずっと今までメドレーはずっと続いてるところに突然ぶっつりとこう明らかにカットされてるわけで、しかもそのカットの理由もね、いろいろとその人種差別問題とか本国の黒人問題とか、本国からも完全これ飛び火で、ぶっちゃけ日本でそんな人種差別とか黒人問題なんてそんなに声高に言ってる人もいないし、別に全然ええやんそのままでもね。だからおそらくまあ本国の要請だと思うんだけど、って考えていくと個人的には退社なので、それ言ったら消えた曲とか、例えばあのミグラドベンチャーなんかに消えちゃったし、だからあのコロナで臨時休園がデントレナスの雰囲気がガラッと変わった時に、あそこで BGM 一新してなんか急になんかハロウィンの曲が入ったりとか、ね、そういう風に、ね、新陳代謝はあるから、まあちょっと明らかな削除なんだけど、まあ新陳代謝、もう卒業生もいれば新入生もいるので、まあ、その分だってね、もしかしたらモアナとかさ、リメンバーミーとか来る可能性があるわけだから、って俺は思ったんだけど、まあそんなに重さ上げしなくていいから19位ぐらいかなって感じかな。なるほど、はい、そう、なんかミクロドアドベンチャーとか、もうアトラクションがパークにないものがなくなるのは分かってたんですけど、やっぱアトラクションに流れてるしと思っちゃったんで、まあ定番曲だからね。そうですね、特に人気だったしと思う。寂しいよねやっぱりね、なんで騒いでる人の気持ちも分かるんだけども、自分的にはまあこのぐらいにしました。このぐらいの、このぐらいの出来事です。はい、で19にしました。はい、はい、じゃあ18位いくよ。はい、18位、ドドン、ワクワクリチケット発売で、またチケット戦争勃発あのサイトにつながらないっていう、あの緊急事態宣言の時の、つながらねえよって、もうなんか昼からやってんのに買えねえっていう、またあれがみたいなね。はい、で明らかに入園者増えたよね。増えましたね。増えた。すごい。で腹立つ、で繋がらないから腹立つんだけど、まあでも安いのはいいことだし、まあ今落ち着いてね、あの行けるようになったんで、でワクワク割の発売でやっぱ2割安くなったんで、安いよね。安いですよね。安い、すごい安いんで、これ嬉しいんで、でもあの初め1週間ぐらい繋がらなかったイライラチケットっていうイライラチケットもあったので、ちょっと思い出深いなってことで、これ18にしました。18、まあこんなもんあったなって感じ、そうですね、あったなって感じ、OKOK、なんで18にしました。じゃあ次17位いきます。はい、17位、じゃあ17位いきます。ドボン、はい、スペースマウンテンのリニューアル発表。おお、なるほど。で本来、リリースの発表っていうのは、ランキングにいつも入れてないの。あ、実施された年にいつも入れてるのね。だからプレスリリース発表は入れないんだけど、まあ、ちょっとこれは例外で入れました。あ、例外で、でまあなんでかというと中身なんだけど、面白いのがね、スペースマウンテンというのは老朽化で、パークの開園当初からずっと今39年間営業してて、普通はアトラクションさ、さら地にして新しいの持ってくるじゃん普通は。そうですね、ね、過去それね、全てのアトラクションをそういう風にスクラップビルドで潰して新しいの、潰して新しいのなんだけど、今回のこのスペースマウンテンに関しては老朽化のなんだけど、廃止して跡地に作り直すっていうのが面白いのよ。確かに言われてみると。でしょ、ないですね。ないよ、すべてスクラップして作り直してる。例えばあのミクロドベンチャーをね、キャプテン用を潰して、スティッチにしたり、あとはビジュナリアムを潰して、
のバズにしたり、うんうんうん、ミート・ザ・ワールドを潰してなんかモンスターズインクにしたり、うん、で必ず何そのミッキーマウスレビューを潰して、うんうん、のフルハマジックにしたり、はいはい、必ず古いアトラクションを潰したら、うん、新しいのにしてる。あ、そうですよね、うん、なんだけどスペースマウンテンは潰して、うん、もう一回作り直すっていう面白いでしょ。面白いですよね。面白い。いや、うん、でもそんだけスペースマウンテンってものを大事にしてるんだろうね。そうですね、うん、普通だったらスペースマウンテン潰してだったらトロンにして回すと言ってもいいじゃん、うん、言ってもいいですよね。言ってもいい、うん、そこをトロンにせずにあえて新スペースマウンテンにするってところが面白いと思ったんで、うん、面白いですね、うん、だから本当は新スペースマウンテンが登場してからランクインしようと思ったんだけど、はい、まあ、これ面白い発表なんで17位に入れました、うん、はい、なんか特に何だろう、うん、トゥモローランドってやっぱり未来のアトラクションというか未来を予想したエリアだからそれを潰して新しいのと同じものっていう考えがすごいなってちょっとなんか新たに思っちゃいました。トゥモローランドが一番だから大変なんだよ。そうですよね、うん、それはねアメリカとかもそうで、あ、常にトモローで未来だから、うんうんうん、ほっとくとずれてくんでだからあのパンギャラのトニー店長もあの最新ハイテクの宇宙のピザのとこって、うんうんうん、40年前のハイテク未来だから、はい、ちょっとスターウォーズっぽいんだよね。あ、ワイヤーとかピストンとかが、うんうん、はいはい、あれ今作ったら絶対タッチパネルでスーッと、わかるわかる3DCG ホログラムとか、うんうん、今だったら絶対バーチャルリアリティ AR やんか、はいはい、だからあの40年前のローテクのずれた未来になってるんで、だから、うん、トモローは一番そういうのが激しいんだよね。なるほど、うん、まあ、なので新しいスペースマウンテンってことで、はいはい、これ面白いんで17位にしました、はい、じゃあ、はい、次いきます、はい、じゃあ16位、はい、入園チケット不要で常時グッズがネットで購入可能、はい、要は今までそのパークのお土産っていうことで入園しないとアプリの上ではグッズを買えなかった。ところが入園しなくても家にいるだけでパークのグッズがオンラインで日本中で買える。でこれがなんか前までほら朝7時半までとかさ、ああ、はいはい、朝1時間限定とかやったでしょ。まあ、そうでしたね、うん、それが今年の5月かな、うん、5月ぐらいからもう本当にオープンクローズ夜中まで常時グッズがネットで購入可能になった、うんうん、でね、この入園しなくても購入可能っていうのは、はい、やっぱ実はすごいことだと思ってて、はいはい、うん、結局やっぱり東京ディズニーリゾートっていうのはもともとその埋め立て地にレジャー施設を作って、はい、でそこに人を呼んで、うん、グッズはあくまでもお土産っていう形だったわけじゃない、うん、そうですね。それを崩して単なるこれ通販じゃん。そうですよね通販サイトでしょ、はい、じゃあパークに行かなくてもグッズが買えてしまうっていうところは、うん、その OLC のレジャービジネスを、うん、根底から否定するような行為だから。そうですよね、うん、だからこんなこと俺絶対俺やらないと思ったの、はいはい、でコロナ中のその緊急事態宣言 の、はい、その何臨時休園、あ、はい、の期間は仕方なく温情でやってただけで、はい、今パーク空いてるわけだから、うん、今パーク空いてるのにやるっていうのは、はい、ちょっとすごいことやってるなと思ったけどね。そうですね、そう、正直今これ出た瞬間、うん、もうちょっと順位低いかなってちょっと思ってたんですけど、うん、今梅さん話聞いて、うん、あ、確かになるほどなってちょっと思いました。お土産じゃないじゃん、だって。そうですよね、うん、確かにこの中休園してる時とかは確かに温情でとか、うん、あと再開したばっかりの時とかは、うん、特別措置、そう、特別処置って言って、うんうん、確かに、うん、OLC 側もやっぱり、まあ、仕方なくなっていうふうに伝わってきましたけど、うんうん、確かにこう普通に買えるようになるって考えてもやっぱ考え方変えたなって感じですね。そう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 、だったらもっとより一層こうなったら開き直って踏み込んで、うん、例えばダッフィーグッズとかもね、はい、
ネットで買えたらすごいよね。すごいですよね。なんかスーベニアでしたっけ、うん、スーベニアがオンラインで買えてるようになってましたもんね。あれもすごい話だよね。、はい、正直食べたくもない、なんかケープコットのサンドとかさ、正直食べたくもないニューヨークデリーのさ微妙なサンドをさ、はい、泣く泣く我慢して食べてたのに、うん、あれあのランチケースネットで買えるじゃんって、はい、だからだんだんなんか緩和というか、うん、だんだんやっぱり良くも悪くもだよね。そうですね、うん、でも個人的にはやんない方がいいと思うよ。なんでかっていうと、一度あれやってしまうと、はい、だったら次もこれ無理してあのサンドイッチ食べなくても、うん、バーゲンになるかもしれないから、うん、ちょっと待ってよ、あそこまで欲しくないもんねって、ちょっと待ってて、ほらやっぱりってなって、よかったあんなまずいサンドイッチ買わなくてってなっちゃうじゃん、うん、だから本当はやらない方がいいんだよね。そうですね、だって食事代とあとチケット代とか全部なくてよくなっちゃいますもんね。そう、うん、まあでもやっぱだんだん変わってきたなと思うね。そうですね、はい、なのでこれ16位にしました。はい、はい、じゃあ次、はい、第15位いきます。はい、15位。第15位こちら、ドドン、アンコール・ザ・モーメンツ店。おお、これ15位にしました。すごい、これ15位。はい、自分ちょっと上かなと思ってました。でかかった。はい、いや俺もね、もっと上にしたいぐらいと思ったの、はい、初め。はいはい、でも内容とか展示物考えるとね、結局まあ試みは面白かったんだけど、はい、この映画として予告編は面白いんだよ。うん、蓋開けてみて見に行って、うん、結局さ何回かリピートした。そう、いや2回だけ。俺あれ1回だけだよ。あ、そうなんですね。リピートするとこどこになった。あ、なんか第2弾のグッズがやっぱり、うん、あの可愛くて、実写のやっぱり、うんうん、あの前のミッキー、ミニーの顔なので、うん、はいはいはい、まあ、それがちょっと欲しいなと思ってグッズ目当てで行っちゃってましたね。わ、まあ、はい、まあ動機は何であれ、うん、2回行ってるだけでもすごいわ。俺行ってないよ。あ、そうなんですね。あれ今終わって、まだやってるの。終わった。あ、まだやってますね。あれかそってない、わかんないけど。あ、どうな、あでも平日は当日券売ってます、うん、でしょ。現地で、はい、だってツイッター見たら全く流れてこないでしょ。流れてこないですね。うん、いやで、まあ試みは面白かったけど、まあ、正直そのエクスピアリの、まあ、テナント空きスペースの、はい、まあ、活用って感じが正直しちゃって、まああれリピートさせるにはね、はい、まあ、これ書いたんだけど、例えばね、なんかダンサーとか、うん、あと当時のダンサーじゃなくてもいいや、この際誰でも言えば、はい、なんかエンターテイナー、演者とかがランダムで、はい、その当時のダンサーのコスチュームを着て、はい、僕と握手みたいな感じで、なんか写真が撮れるみたいな、ランダムで、はいはいはい、だから今日はワンマンのシャイニングとボンファイアだったとか、わかる？今日はなんかミシカとなんかリズムワールドだったとか、そういう風に、はい、まあ、キャラは無理なんで、うん、なんかそういう風に演者とかダンサー、はい、まあ、当時の人は無理なんで、はい、っていう風になんか、そういうのがウェルカム、なんかウェルカムミートみたいな感じでさ、ウェルカムグリみたいな感じで、はい、そういうのがもしあったら、はい、結構みんな言ってたと思うよ。そうですね、なんかそういう人ひねりないと、うんうんうん、やっぱあれ一回懐かしくてうおーと思ったけど、うん、まああれ一回きりだね、やっぱ。あ、なるほど、うん、そうですね、もう一回行きたくなるとか、また新鮮さがないとちょっと、うんうん、まあ、あとはガラッと変えるかだよね。あ、そうですね、ショーの展示物を、中身の、うん、はい、でもそれは大変だろうなきっとな、うんうん、ってあるので、はい、まあ、なんでまあ試みは面白かったんで、うん、まあ、15位ぐらいって感じです。なるほど、場所としては、はい、こんな感じです。はい、じゃあ14位ね。14位いきます。第14位、はい、ドドン、トイストーリーホテル開業。おお、もう俺的には14位です。14位ですか。うん、自分はまあ大体10位ぐらい、真ん中辺かなと思いました。やっぱり、はい、2位とか3位とか上の方じゃないよね、正直。そうですね。何なんだろうこれ。うん、何なんでしょう。うん、でも、はい、やっぱ期待してた人、やっぱトイストーリーが好きかどうかじゃない。そうですね、やっぱり。うん、で実は未だ止まってないです。あ、でかつあんまり興味もない、申し訳ない。うん、何なんだろうな、やっぱり
トイストーリーにそんなに興味がないそうですね。私も1回だけトイストーリーホテル泊まったんですけど、うん、まあその時仮装だったんですけど、うんうん、やっぱトイストーリー好きな友達と自分だったんですけど、やっぱりテンションの差があったりとか、うん、やっぱり全然捉え方は違うなっていうのがありましたね。そうだね。まあ一応映画見てるよぐらいだよね。そうですね、うん、まあ好きだったらもっとガーンと上がるよね、うん、そうですね、うん、でもやっぱりみんなが望んでるのってやっぱその何美女と野獣とか、うんうんうん、そのスノーホワイトとか、うん、オーロラとかやっぱああいうランドホテルみたいな、はい、やっぱああいう本当に欧州のああいうそういう気品のある、はい、なんか本当のお城とかさ、うんうんうん、やっぱりああいうラグジュアリー感だと思うんだよね、求めてるものって、ね、もしくは本当のもうガチリゾート、うんうん、やっぱりそのディズニーワールド行っても高いホテルってやっぱりそういう感じなのよ、はい、やっぱガチの何ハワイっぽい作りだったり、はい、ヨーロッパ風だったり、うん、ああいうなんかおもちゃ箱みたいなああいうおもちゃっぽい雰囲気でやっぱり高級ホテルってやっぱりないので、うんうん、やっぱああいうちょっとカジュアルなね、はい、やっぱちょっとやっぱりリーズナブルなホテルって感じがするので、はい、そうするとやっぱり泊まれてっていうのはちょっとバンバンテンション上がらないかな、申し訳ない。そうですね、あとはまあなんかファンタジースプリングスホテルも発表されているので、うん、それもある。そうなんかちょっと気持ち的に、うん、まあ、比べたらやっぱそっち泊まりたいよね、やっぱ。そうですね、比べちゃうと、ね、はい、なので14位です。はい、はい、じゃあ13位ね、はい、13位はこちら、どどん、感染症対策少しずつ緩和、はい、これ13位にしました、うん、なので、まあ、2022年に関しては、うん、まあ、そのソーシャルディスタンスがなくなって、はい、なんか列並んだりね、うんうん、あとショーパレ待ってる時も全然もう普通に密着しても良くなったし、うん、なんといってもグリーティングの抽選ではね、あ、今思うとグリーティング抽選ってなんと残酷なあれ4月からだけなくなったの。そうですね、4月ぐらいからだよね、うん、今思うとなんか去年のミニの日とか確か抽選だった気がするんだよな、3月な、あ、今年か、はい、ね、今思うとすごいな。すごいですね、うん、ハイタッチの解禁は10月かな、ね、確かハロウィンの時だよね、はい、うん、っていう感じで、まあ、完全撤廃はならないけど、うん、まあ、ちょっとずつは、まあ、緩和してくれてるなって感じかな、うん、はい、で、まあ、でも相変わらずやっぱりマスクマスクってうるさいし、うん、あとレストランのアクリル板は未だあるし、うん、でショーパレの、まあ、演者同士の距離は相変わらずやっぱり遠いし、うん、でこの間なんかドリーミングアップでなんかアナとエルサが最後ハグしてたって、はい、ちょっとツイッターに回ってきたけど、はい、あれだけであんなにバズってて、なんか情けなくなってきた、なんか。そうですね。こんなことってバズるようなことじゃねえだろうと思って、うん、早くこれが日常になってくんねえかなと思って、うん、未だハグ NG とかだしね。そうですね。うん、いや、少しずつじゃないだろうって思っちゃいますよね。もっと緩和できたようなって思ってしまいます。思うよね。うん、そのレストランのアクリル板ってさ、はい、もう本当いらねえだろうと思って。はい、いまだにやってるのってどっかある？ディズニー以外で。ディズニー以外ではあんまりないですね。だって俺が行くファミレスとかはやってない、はい、ああでもあのカウンター式の何、例えばスキヤとか、はい、いまだあるね。ああ、そうある。あとね、あれだ、タリーズもまだあるね。あ、ある。でもサイゼとか、うんうん、のファミレスは、うんうん、やっぱり身内同士のテーブルはないね、うんうん、あ、うん、なるほど。でフードコートは未だにあるとこ多いね。未だにやっぱあるフードコート、はい、って感じかな。すごい、うん、なので、はい、この緩和は13位にしました。あ、うん、なるほど。はい、じゃあ次いきます、はい、12位ね、はい、12位こちら、
フィルハーマジックリニューアル。おこれ12位です。なるほど、12位ですか。うん、順位的には、うん、まあ、あでもどうだろうな、もっと上、10位ぐらい、ちょっとだけ上ぐらいですね。なんか、衝撃、うん、あ、リメンバーミーだって思う時もあれば、うん、なんかでもそこまで高くないかなってちょっと、まあ、ちょっと追加されただけだからね。そうですね。まあでもね、そのリメンバーミーのシーンの追加だけじゃなくって、はい、全体的に画質が向上しててびっくりした。うん、なんかアップスケールっていうんだけど、はい、全体的になんか HD 化されて、うんうん、アップスキャンされててちょっとびっくりしたな、うん、でまあね、やっぱアトラクションのそういうリニューアルってとこで、やっぱアトラク好きな人は嬉しいはずだよね。そうですね、うんうんうん、でまあアメリカで新しくなったのが結構すぐ日本に来たんで、うんうん、まあこれ良かったね、はい、うん、なのでこれ順位にしました。はいはい、うん、じゃあ11位いくよ。はい、11位、11位はこちら、ドン、プレミアアクセス開始。これは、まあ、あの、はい、有料ファーストパスだよね。そうですね、うん、これもっと上でもいいかと思ったけど、まあ、11位にしました、はい、でこれは確か今年の5月に、うんうんうん、確か、ソアリンと美女と野獣に導入されたんだよね。そう、あとトイストーリーマニアです。トイマニか、はい、そうだよね。でこれは実は、まあ、補足しとくと、はい、2019年の決算発表会の時に有料ファーストパスも検討してますっていう、そういうまあ匂わせ発言は実はしていたんで、うん、はい、まあそのコロナ禍をまたいで2022年3年越しに、まあやっと有言実行と、うんうん、ただそのビリーブ鑑賞のハーバーにプレミアアクセス導入は驚いた。これは、あ、そうです、ね、これは驚いた。どうだった？そうですね、いやなんかアトラクションはなんとなく、うんうん、まあ、さっき梅さんが言った通り前もってあるだろうっていう感じがあったんで、うんうんうん、私はついに来たかぐらいにしか驚かなかったんですけど、うんうん、ついにショーかと思って、しかもあの、うん、席が決まってない、そう、あのハーバーでと思って、せめてさ、このね、わかる、ワンマンの、はい、あの真ん中の D ブロックとかさ、はいはい、あの BB の真ん中の B ブロックとかなの、わかるよ、うんうんうん、あんなふわっとしたあんなハーバーでやるっていうのが、うん、はい、びっくりしたよね。しましたね。でそこだけはもうちょい上でもいいかと思ったけど、はい、まあ一応11位にしといた。なるほど。でまあびっくりだよね。そうですね。でこれね、前向きに考えよう、はい、これね、有料ファーストパスやだふざけんなって怒ってる人いるんだけど、はい、俺これね前向きに考えて、例えばだよ、はい、今回さ、なんかあのハロウィン with you とかさ、うんうんうん、クリスマス with you、 結局どっちも当たらなかったの俺、はい、でやっぱ未だね当たらないっていう人いるし、もしかしたらフォレストシアターなんかもさ、うん、未だ当たらないっていう人多分いると思うんだよ、はい、俺ね、俺提案なんだけど、はい、ショーを5回やるうち、うんうん、1回目は全席プレミアアクセス、はい、あ、これどう？いいですね。で、はい、要はでこれもよくあって、はい、抽選かプレミアアクセスどっちかしか選べないってするんだよ。あ、なるほど。だから2回見れない、はい、うん、でもしくは両方見れたら、はい、もしかしたらそのプレミアアクセスの当たったのをね、うんうん、キャンセルしちゃう人がいるかもしれない。あ、うんうんうん、要はプレミアアクセス変えた変えた、うん、でも2回の端っこか、まあ、でも変えただけでも惜しい、うんうん、でその後抽選したら、あ、抽選でやべえラスカイ3000当たったとかなったら、はい、どっち取るとかなるやんか。あ、そうですね。もしくは抽選しました、はい、抽選で2階の端っこ、うん、うわで課金したら、はい、なんと最善、お、絶対最善行くよね。そうです ね、 行きますね、抽選蹴るよね、はい、ってなっちゃうじゃんか。うん、だからあと例えばプレミアアクセス買った人は、はい、抽選できないとか、あ、そういう風にしてあの必ずどっちか行かせるようにしてやって、うんうんうん、その代わりその1回目とかラス回を
全席プレミアアクセス。これどう？そうですね、まあ、プレミア本当に見たい人ってプレミアアクセスして、うん、でまあ当たればっていう人は、うん、まあ、多少当たる確率も上がりますもんね。上がる。やっぱり抽選の人も少ないので、うん、でそれで初回全席自由にしちゃうと、うん、走っちゃうじゃんみんな。そうですね、うん、だから初回全席プレミアアクセスにすればみんな走らないじゃん、うん、はいはいはい、とりあえずゲートに早く行くってなるんで、うんうん、まあ、その分始発に勝つって人が増えるんだけど、ね、はい、逆に始発に勝てば絶対に見れるんだから、うん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 、だったらそのスタンバイパス、ね、はい、とかでもいいんだけど、はい、いやもうこの際、まあ、儲けてほしいので、うんうんうん、課金でもいいから、はい、とにかく抽選で外れた人が、うんうん、変えるっていう、これどう？そうですね、いやでもやっぱり、うん、やっぱりなんだろう、ハロウィンタイムズユーとか、うん、クリスマスタイムズユーみたいに期間限定で、うん、しかも座席が少ない場所ってやっぱり抽選だけじゃ外れる確率の方が高いじゃないですか、うん、そこでやっぱりお金払えば絶対見れるってなると、うん、やっぱ安心感もあるし、やっぱりそこは嬉しいなと思います、ね、これはありだと思うんだけどもな、はい、はい、とかと思いました、うん、プレミアアクセス、はい、うん、有料パスパス、どうかな、馴染んでると思う？いやでもアトラクションはまだまだ認知度低い感じしますよね、うん、やっぱ低いか。そうですね、なんかやっぱり全然、うん、もう結構並んでる人ってのが多いですもん。並んでて、うん、で途中でえ、なんであの人たち早いのってやっぱり声はなんとなく聞こえてくるので。そっか、はい、ちょっとやらしいけど、うん、並んでる時に、うん、もうま、スピーカーとかでさ、わかる？課金すればショートカットできるよとかポスター貼ったり、ちょっとやらしいけど、うんうんうん、いや認知させやできないからさ、はい、なるほど、そのぐらいやってもいいんじゃないの、はい、多分ね、大阪はやってると思うよ、はい、露骨に露骨にうん、俺の勘だけど、はい、やってんじゃないのかな、大阪はね、はい、やっぱ証拠もたくましいから。なるほど、うん、確かにね、認知度低いよね、うん、そうですね、低いですね、うん、まあ、あと未だ反対の人も多いと思うね、やっぱね、うん、ショーとかもやっぱり、ね、無料で見れる席のが少ないので。そうだね、結構言われてますよね。そうだよね、うん、だって課金して結局自蔵するんだったら、はい、じゃあ課金せずに自蔵した方がええやんとかね、うん、やっぱそういうこと言う人もいるからね。そうですね、うん、まあこれはそのうち馴染んでくると思う。はい、うんうん、はい、なんで11人しました。はい、じゃあいよいよここからベスト10です。おー、ベスト10ですね。じゃあいきますか、ベスト10。はい、いきます、いきます、はい、第10位は、第10位、どどん、トータリーミニーです。おー、これ今年です。今年ですか、これ今年だから。そっか、忘れてるよ。これ今年だよ、はい、2022年です。おー、トータリーミニー、まあ全体的にトータリーミニー、はい、まあどう、あれスペシャルイベント？うん、え、通った結局あれ。あ、そうですね、内容覚えてる？内容はまあそうですね、ただ一つの内容につき1回しか行ってないです、うん、そうだよね、はい、だから全部で6回来るんだよ。そうですね、6回は行きます、ね、要は3ヶ月間、3週間に1回プログラムを変えるんだよね、はい、ランドと C で、はい、ランドで3つのプログラム、うん、C で3つのプログラムなんで、はい、なので全部で6回来いと、はい、そういうイベントだったんだよね、うんうんうん、あれ俺実はね、はい、俺あれ4回しか行ってないんだよ、うん、いやもういい加減せえと思って、さすがに乗らねえぞと思って、うんうん、あれ俺乗らなかった。あ、いやなるほど、うん、いやあのイベント10位ですよ。はい、10位、うん、どう？そうですね、そもそも今年だったのか。ちょっと忘れてました、正直言うと。いや俺ね、必ずこの企画ね、はい、その1月のイベント、1月の何かのニュースは何かは絶対入れると思ってるの。今年だから。今年ですもんね、うん、油断してたの。油断してました。でこれ言われた瞬間に、うん、そういえばホテルレストランのコースターは自分全部集めてたなと思いました。お、やってたよね、あれ。
いやあれエンパイアグリルも行ったのすごいよ。行きましたね。うわ。いやでね、これに書いたんだけど、はい、やっぱねスペシャルイベントって、うん、やっぱり新曲、うんうんうん、新衣装、うん、書き下ろしイラスト、はい、装飾、うんうん、これがないとやっぱりねスペシャルイベントとは言えないって俺は思うんだよ、うん、確かにそうですね。グッズばっかりあっても、うんうんうん、結局トータルイメージで考えると、はい、新曲あったないでしょ。ないですね。新衣装あったないですね。書き下ろしイラストあった？ないですね。ないでしょ。装飾あった？ないですね。ないよ。ほら、だから全部ないんだよ。あ、だからスペシャルプログラムって言ってるまでよかったんだよ。うんうんうん、例えば七夕とかさ、わかる？ああいう、うんうん、なんかニューイヤーグリなんかもそうじゃん。うんうんうん、スペシャルプログラム、はい、なのに、いやあれはスペシャルイベントではない。うん、そうですね。ない。要はそのミニーが懐かしいコスチュームでご挨拶っていうだけでしょ。そうですね。そしたらそのミニー の, そのキャラクター性、お着替え、うんうん、要はその着せ替えで着替えてるだけでしょ、うんうんうん、じゃあそのミニーを写真撮りたい、ビデオ撮りたい、うん、レアな衣装を着てるミニーを見たいっていう、まあそんだけだよね。そうですね。じゃあショーとしての魅力はって言ったら、うん、そんだけじゃん。はい。じゃあトタレミニだから行こうぜって人誘えないよね。そうですね。でしょ。うん、うん、確かになんか懐かしい衣装だな、うん、もう一回生で見たいな、あのパーク内であの音で、うん、もう一回聞きたいなってぐらいで、うん、一回聞いたら、うん、うん、あ懐かしかったっていう感想で終わっちゃうので、うん、だからもう最後はもういいやと思って、うん、だって最良株の曲も、はい、トロスペの曲も十分パークで聴いてたし。そうですね、うん、だからもういいやと思って行かなかった、うん、最後。確かにトロスペとかもやっぱり、ね、水浴びて、うん、あの曲聴いてた思い出の、うん、水浴びてこうやってうわーってあのハイになってガーッと行く、うん、あの超熱いところに水バーンとかぶって一気にクールダウンするっていうあの体感、はいはい、やっぱあれがあってのトロスプだから。そうですね。あんな寒い時にトロスプ曲かけられてもそんなの満足しねえぞと思って。そうですね。雪の中でやってましたもんね。これでしょ。 あったよね、雪の日 で, の中であったし、めっちゃシュールだった。はい、吹雪の日ね。はい、うん、あれめっちゃ面白かったけど。なのであえて俺はもうアンチ、うん、あれに関してはアンチで行かなかったので、はい、なんで10位にしました。はい、はい、こんな感じです。はい、じゃあ第9位です。9位いきます。はい、はい、イースターズバマ復活、おこれを9位にしました。なるほど。うん、自分はちょっともうちょっと上かなと思いました。あ、はい、うん、まあまあわかるわかる。うん、まあね、シーズンプログラムが復活ってことで、うんうん、このイースターやる前までは、はい、そのパレードを言っても全部フロート1個だったんだよ ね, ね、ラウンドでは、うん、そのクリスマスも、はい、その他の何ハロウィンも、うんうん、なんだけどここでやっと、まあ、パレードのフロートに関してはほぼフルに近い感じで、はいはい、ドーンと出てきたんで、うんうん、まあダンサーもいないし停止もないけど、うんうん、まあ少しずつ元の規模に、まあ、なってきたなっていうことで、うん、まあ全然満足はしてないんだけど、うん、まあとりあえずでもまあとりあえずまあ戻ってきたってことで。そうですね、うん、はい、まあ確かにフロート来た時に、うん、全部通った時にまあなんか自然とやっぱり涙ぐんじゃったところがあります。わかるわかるわかる。わー戻ってきたーって、はい、帰ってきたーってやっぱ思ったよな、うん、はい、やっぱり最初の大衝撃はすごかったね。あー確かにな。ただやっぱ終わってみるとでもやっぱりダンサーいないし、うん、停止ないし停止ないしズートピアの2人もいないし、そうカットされるしでね、そう思ったりもしました。まあ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 、まあ、でもとりあえず一発目の復活の時がおーってやっぱ来たよな、うん、来ましたね。はい、はい、これ9位です。はい、9位。
じゃあ8位いきます。8位。お、8位いくよ。8位はこちら、ドドン。リーナベルです。リーナベル。リーナベルは8位にしました。なるほど。自分は、まあ、興味の問題なのかもしれないけど、うん、自分はちょっと下かなと思いました。ね、これは、はい、俺は興味はそんなにない。あ、はい、ないんだけど、うんうん、やっぱり、そのパークの景色が変わったなと思って、要はオルメルとかクッキーアンに比べてリナベルの方が身につけグッズとかカチューシャとかつけてる女の子がやっぱ多いと思う。確かにそうですね。ピンクで可愛いからね。明らかにやっぱ景色変わったし、やっぱりクッキーアンとかオルメルよりもやっぱ歓迎の雰囲気はあるなと思って、まあ、正直言うとダッフィー出ました、はい、でシェリーメイ来た、かわいい、うん、ジェラトーニー、おお猫でボクッコ来た、うんうんうん、ステラル、ドン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 って来て、うん、正直そこでね、はい、リーダーベルって来てクッキーアンとオルメルが申し訳ないけど、明らかにちょっと、うん、ちょっとそうですね、うん、ちょっと申し訳ない、格落ちしてる、うんうん、好きな方はすいません、すいません、うん、格落ちしてる気がする、うん、クッキーアンとかはちょうど登場するって時に休園しちゃいましたからね。そうなんだよね。余計に余計にね、うん、そのコロナの自粛中に2人デビューしたって感じなんで。そうなんですよね、うん、やっぱり盛大なウェルカム的な雰囲気は、ね、出してあげられなかったからね、うん、そうですね。なんだけど、まあでもリナベルはやっぱ可愛いんで、やっぱ人気あるんで、はいはい、うんうん、コーラ結構今年すごい注目株というか、はい、すごいこうダフオタにとってはかなりな大きなニュースだったなと思ったので、はい、8位にしました。はい、はい、じゃあ7位いきます。7位に7位結構いくよ。はい、ね、はい、ドン、シャイニーウィズユーです。お、俺これ7位です。なるほど。7位。自分3位ぐらいかなと思ってました。ああ、これ7位です。これ、あ、これは、はい、あの20周年 の、 あの過去振り返りショーだよね。はい、そうですね、うん、でまあこれは内容良かったんだけど、うん、まあこのおまけとしてね、はい、このあと何々 with you の乱発ねハロウィン with you と、うん、ハロウィンタイムか、はい、ハロウィン with you とそのクリスマスタイム with you って、うん、with you 乱発ね、はい、はい、なんだけど、まあまあまあ、でもあのこの「Shining with You」は20周年振り返りってことで、はいはい、あの15周年とか35周年で、うん、あの外部でやってる有料の、うんうん、あのコンサートのまあ雰囲気がやっぱりちょっとあったよね。あ、そうですね、ありましたね。うん、やっぱあれに匂いがね、雰囲気が似てたし、うん、まあ、あとハンガーステージの有効活用っていう点でも良かったよね。そうですね、やっぱそうそう、もともとマッピングできる大きなスクリーンがあったんで、はい、まあそこでああいう風にアニバーサリーイベントやるって終わった後もハロウィン、クリスマスでああいう風にあの劇場を使うっていうところでは良かったなと、はい、まあでもあの With You 乱発を生んでしまったので、あそこで終わってれば、まあ、神賞だったんじゃないのかなって気もして。なるほど。あの、ウィズユー乱発がちょっとな。確かにそうですね。もう誰もが、うん、あ、味しめたなとか、いろいろと思っちゃいましたもんね。うん。クリスマスウィズユーとか、俺、皮肉で言ってたんだけどね。どうせやるんじゃねえのって言ったら、本当にやってきたんで。でもね、ミニーウィズユーやらなかったね。やらなかったですね俺やると思ったんだけどな、俺やると思ったなるほど、やらなかったね。やらなかったですね、うん、私、ここまで来たらやっちゃえばって思いましたけど、ね、え、これもっと上？そうですね、やっぱり結構、うん、あの初回自由席になった時の、あ、そう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 、あれも含めたらやっぱり結構衝撃的なのは大きかったなって思いましたね、うんうんうん、よかったね、初回自由。そう、よかったですね。正直あれで見れた。あ、抽選でもね、1、2回当たった気がする。確かまだ人数制限やってなかったっけ。あ、そうですね、まだちょっとだけ人数少なかったんで、はい、うん、なんで初回は結構当たった気がするな、うん、あとね、はい、このショーさ、うん、あの With You シリーズ、はい、特にこれなんだけど、はい、
正直過去の思い出知ってる人であればあるほど、まあ、楽しめる内容ね、うん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 、っていうことは最近年パス作った人とか、はい、このコロナ禍でこのディズニーにハマった人とかが見ても、うんうん、これ正直内容さっぱり分かんないんだよね。あ、そうですね、うん、でハロウィンなんか俺見てないんだけど、見た？ハロウィン。あ、見ました。あ、俺ハロウィン見てないんだけど、はい、誰か俺フォロワーさんかなんかで、はい、俺見てなかったんだけど、はい、なんかで、最近ディズニーにハマった私には、うん、さっぱり分かりませんでした、うん、でこれは過去のショーのことをよく知ってる梅さんにぜひ当ててみてもらいたいですみたいな、うん、そういうコメントとかがあって、はい、いやだから俺当たんなかったんだって、だからで、はい、お笑い芸人の粗品みたいに、うん、なんやあのショーさっぱり意味わからへんわあんなのって言って怒ってて、はい、じゃあお前抽選すんねやと思ったの、うん、でもそんなわけにいかないよね、やっぱり。そうですね、うん、やっぱり抽選の賞か、うん、じゃあだったらって、まあ、普通引くわな、うんうん、だからそういう悲劇を生んでしまうんだよ。そうですね、うん、このシャイニーシリーズって、うんうん、そこでこれを有料のプレミアアクセス、うんうん、全席プレミアアクセスにすればさ、うんうん、これそういう悲劇なくならない？そうですね、要はみんなあれ抽選っていうんだってで、うん、抽選限定賞らしいんだ、うん、へえ、じゃあだったらやってみるかって感じで、うん、あれうっかりやっちゃうんだよ。そうですね、それを課金にすれば、うん、いやお金払ってはな別に見たくねえわだったら、うん、そういううっかり当たっちゃったそういう事故、うんうん、そういうなんか望まれない当選がなくなるじゃん、うん、そうですね、うんうん、本当に見たい人だけやっぱ見てほしいじゃん。そうですね、うん、やっぱりなんかうちの友達、僕の友達はやっぱりなんか抽選ってなっちゃって、うん、できるよってなっちゃってやっぱ押したくなるっていうか、でしょ、埋めたくなるっていうか、でしょ、そうやっぱり衝動に駆られるみたいで、うんうん、で見たけどうーんっていうさ、シャイニングシリーズ、はい、うーんっていう人いなかった？いましたね、特にハロウィンとかは、うん、なんかなんだっけ、こういうダンスとかスケルトンダンスとかもあるんですよ、突然始まるんですよ、はい、うん、突然始まってみんな踊ろうみたいなこと言われても、うんうん、踊ってる人が多分オタクなんだろうなみたいな雰囲気で、ショーが終わった後みんな一応拍手はするんですけど、うん、みんななんかポカーンみたいな、そう雰囲気が流れるんですよ、やっぱり。へでしょ？そうですね。いや、じゃあ俺に当ててくれよ、じゃあ。俺分かるから。はい、もう、くっそー、そういうことなんだよ。そうなんですよ。だから逆に、だシャイニングもそうだったんで、うんうん、一番やっぱクリスマス・ウィズ・ユーが一般の人もやっぱ楽しんでました。うんうん、そういう内容なんだ。そう、やっぱりクリスマスの曲なので、あ、まあそうだよね、そうです、やっぱ曲かなって感じもします、うん、結局映像を見てるというよりは曲、知ってる曲が流れて、うん、キャラクターがその曲に合わせて踊ってるっていうのがやっぱり楽しいんだなって、うん、なるほどね、やっぱ思っちゃいますね。でもね、はい、俺でもさ、これ生配信かなんかで Shine With You で発表された時に、はい、俺その週末生配信で、はい、これは20周年間の思い出振り返りの内容だから、20年間の思い出たっぷりな人だったら絶対楽しめるはずだけど、思い出がない人はもしかしたら全然楽しめない可能性があるから、これ抽選、うん、だからできればちょっと控えてほしいみたいな、そういうことを軽く言ったんだよ。そしたらやっぱね、怒る人いた。うん、そんなこの最近ディズニーのことを好きになった人はじゃあ見るなとでも言うのかとかって言って怒ってて、まあそうだけど、でも実際見たってポカーンじゃん、でも人によってはね、はい、だからやっぱそういう悲劇を生んでしまうので、うんうん、だったら抽選なしにするか、はい、要はその見る人を選ぶ、うん、歴史を知ってる人じゃないと楽しめませんっていうショーなのに抽選っていうね、なんかいびつなんだよ。そうですね、うん、だったら全員先着にするか、うんうんうん、課金だよ、はい、
確かに、うん、ですどっちかだよ、うん、どっちかですよね、うん、そう先着で頑張れば見れるんだったら、うん、俺みたいなオタ頑張るじゃん、はいはい頑張ります、ね、でもライトの人はさ、いやそこまではさ思い入れ さほどないしっていう人は降りるじゃん、はい、ね、こういう思い出たっぷりの過去の思い出たっぷり詰まったって内容だったら、それで抽選はちょっとねそうですね、やっぱりシャイニングズーも私はやっぱりちょっとやっぱほら C と同い年なので、うん、5周年ぐらいまでの記憶は当たり前のように薄いっていうかないに等しいじゃないですか、まあ、映像で知ってるぐらいだよね、そう映像で知ってるぐらいなので、うんうん、だからやっぱり見ててもあこんなのあったの、あアトモスなんてこんなのあったんだみたいな、他なんで、うんうんうん、やっぱり後半のやっぱりね知ってる年数が多いからこそ楽しめたんだなって、うんうん、やっぱりシャイニングジューは思う時もありましただろうなと、俺あの時アトモス見てあ市長やメイヤーいたいたとか知らねえだろメイヤーあメイヤーいたいたとかさそうえ何あのメーテリアンハーバーでタスキつけてる人みたいな、あ岩ロケ岩岩アトモス岩アトモスいたいたとかさ、はい、あと変な猿ロストリバー出ると変な猿あーいたいたとかさそういうのやっぱ分かるからね、はい、なのでまあいいやでも社員がいろいろ思うとかありました、はいありましたね、はい、なんで7位です、はい、じゃあ6位いきますか、はい6位、はいはい、6位ですね、6位こちら、はい、ドドン規約に営利活動禁止で、これ追記でSNS 大騒動心配かけました、これ俺6位入れました、これはこれはねディズニーリゾートのニュースに、はい、そもそも入れるかどうか悩んだんだけど、これはね、はい、ちょっとどうしてもやっぱ扱いたくて、うん、6位に入れました、あこれはもういい加減にせよと思ってね自分もこれなんか SNS がすごい湧いてきた時に自分知って、うん、こんな話題出てるけど梅さんとか他みんなどう、うん、みたいな感じで俺すごい心配されたよ、うん、しかもそんなにディズニー関係ない 人からニュースになりすぎて、うん、はい、まあ、かいつまんで言うと、これはハロウィン始まった前あたりかな、そうですね、始まった前かとか9月の上旬なんだけど、はい、突然このディズニーリゾートの規約の禁止事項に、うん、営利活動括弧当社が許可した場合を除くみたいな、うん、要は禁止事項の中に、禁則事項、はい、禁止事項の中に営利活動っていう項目がしれっとまあ含まれたんだよね、うん、はい、でそれを誰かが見つけて、うん、こういうふうに規約が更新されたぞ誰かがつぶやいたらうわーっと拡散されて、うん、そこでネットニュースとか、うん、あとまあ普通に物申す系の人が、はい、これ営利活動禁止ってことは、うん、これ YouTube もこれ含まれるんじゃないの、うん、うん、これきっと含まれるよ、うん、含まれるに違いない、うん、そうだよね、うん、うん、そうそうそう、うん、これは含まれるよ、うん、間違いない、だから今こういうふうになんか活用、五段活用みたいにだん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 そうなってって、はい、で今回営利活動の禁止って一筆加わったことによって、うん、この YouTube にアップしたり、あとこの SNS で収益上げるのがこれ禁止になったっていうふうに、今回とうとう公式からこういう発表があったぞっていうふうにネットニュースになったり、はい、どっかの誰かのそういうインフルエンサーとか言いたがりがバーンと言って、うん、バーンと広まっちゃって、はい、でまあ俺の時も飛び火が来て、うん、とうとう梅も年貢の納め時が来たなとかさ、はい、そういうふうに言われだしたわけ、うん、で中にはそのディズニー全く関係ない、ただ俺の知り合いから、うん、突然メールや LINE とか、あとは直で仕事で会った時にさ、うん、はい、皆さん大丈夫って何があって、えもう YouTube ディズニーのそういう動画上げないんでしょ、うん、とか収益化禁止なんでしょ、皆さん大丈夫とかっていうふうに、はい、すごい心配された、うん、結局沈静化したでしょ、そうですね、うんうんうん、結局消えたよね、消えましたね、消えた理由もなんか分かんない、よく分かんないでしょ、分かんないですね、なんか自然といつの間にかみたいな、うん、でしょ
ほら本当に、うん、じゃあ何だったんだこれは。あれは俺が思うに、多分だけど、はい、あのタイミングだと営利活動の禁止っていうのは、うん、俺はあれは転売ヤーへの抑止だと思ってるの。あ、要はもうグッズを売ったり買ったりして、はい、グッズ売って売買して、うん、お金儲けんなよと、うん、そういう意味で転売ヤーにちょっと牽制のために営利活動禁止って言ったんじゃないのかなと思って、うん、ダフィーグッズ発売の直前だったからね。そうですね、うん、でもともとどっかのニューサイトが問い合わせしたんだけども、もともと営利活動は禁止されてます、うん、で今回改めて規約に明文化しただけのことです、うん、ですよねっていう、うん、でそれで終わり終わり、はい、広告つけることが営利目的かどうかとか、うん、SNS に投げていいのかとかっていうのは、うん、何もルールは変わってないので、うんうんうん、変わってないのでこれは通りやってますっていう、うん、それだけ。じゃあなんでこんなになったのか、なんでこんなになってしまったのかなんだけど、はい、やっぱこの営利活動禁止っていうふうにやっぱふわっとね、うんうん、ふわっとやっぱりこうしときたいんだよ運営って、はい、きっちりこれはダメですっていうふうにやっぱわざと言わないようにしてて、うん、ふわっていうことによってこちら側がある程度見てて、はい、これはちょっと感化できねえなって、これはちょっと釘を刺さないと、うん、こいつのこの釘は打たないといけないなって時は言えるように、うんうんうん、ほら規約に書いてますよねっていうふうに言えるようにやっぱ一筆書いておかないといけない。だから一度も刀が抜けるぞ、いわゆる恋口を切るだよ。うん、恋口切ってこうやっていつでもねできるようにそういう状態にしておきたい。でもこれうっかりさ、その問い合わせちゃってる人もね、でこれもともとその SNS に、まあ、今回の営利活動の禁止からこれ外れるんだけど、はい、その SNS とかに動画を上げたり、うん、その Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、うん、その辺に動画上げる、パークの動画をね、うんうん、あと写真上げる、そしてそういうので広告収益得るっていうのは、うん、まあ、正直グレーゾーンで、で、まあ、そういうグレーゾーンっていうのは要は運営側が、まあ、見逃してくれてるわけだよね。そうですね、多めに見てくれてる、うん、まあ、そういうお目こぼしを受けてるわけだよ、うんうんうん、でそれをこれっていいですかっていうふうに聞くと、うん、そりゃ運営側はダメです、いけません NG ですって、まあ、言うしかないわけで、そうですね、うん、で問い合わせをするっていうのがそういうふうに、まあ、言わせちゃってるんだよね。そうですね、うん、本当に。だからそんな問い合わせをするっていうのは、はい、そう言わせちゃってるって何をしたいのあなたはっていうね、うん、うん、だからそんな聞いたらそうやってダメって言われるに決まってるわけだから。そうですね、うん、だから黙認してくれてるんだから、うんうん、だからまあ聞かないのが一番いいんだよ。なんかちょっと自分の首を絞めちゃってる感じですよね。本当だよ。自分で、うん、でこういうこと言うと、うん、いや何を言ってんだ、グレーなわけねえだろ、アウトだろ、うん、いやいやいや、この営利活動、はい、うん、収益、うん、商用目的だろ、そんなの、はい、ダメだって言うけど、いやそれはあなたがそう判断してるだけで、うんうん、決めるのはあなたじゃないから。そうですね、うん、あなたにはそれ言う権利ないから、うんうんうん、権利があるのは権利者だから、うんうんうん、だから黙ってて、うん、なのでこれ6位にしました。6位で、はい、心配かけました、はい、これからも、これからも、はい、これからもガンガン上げていきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ第5位です。はい、あ、ベスト5ですね。ベスト5いよいよ、はい、いきます。第5位、ドン、グッズ転売が深刻な問題か。さまざまなニュースに、レイナのフェイク赤ちゃんね、はい、あなるほどあれで一気に
一般ニュースになったよね。そうですね、あのみっともないいや要はその転売のね、うん、朝本当にどん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 エスカレートしていく、うん、あの転売あれがまあオタクとかディオタだけじゃなくって、はい、もう普通の地上波のニュースになったり、うん、すごいことになったよね。なりましたね、うん、地域どこのチャンネルもなんか大々的に取り上げてましたね。そう、フェイク赤ちゃんとか、フェイク赤ちゃんとか、あと朝のみんなが走ってるあのミラコのところの分かる？分かります、あのゲートが開いて朝3時頃みんながもう大運動会、うんうんうん、みんなが福男状態、そう、あんなみっともないところを流されちゃって、はい、さすがにその以降は対応してきたね、うん、しましたね、うん、あの要はスタンバイパスがジャブジャブ昔取れたのが、うんうん、ジャブジャブ取れなくなったりとか、はい、すごい厳しくなったよね。なりましたね、うん、なので、まあ、転売がちょっと深刻な問題化ってことでニュースになったので、うんうん、まああれはちょっとねフェイク赤ちゃんもすごかったしね、うん、すごかったですね、うん、なのであれを5位にしました、はい、なるほど。じゃあ4位いきます、はい、第4位はこちら、ドン、ハロウィンイベント平年レベルで開催、おで毎日全身仮装可能、でマスクも緩和、写真の時 OK になった、うん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 、で夕方のパレードで手下も出た、うんうん、ハロウィン、要は要はハロウィン、D ハロだよ、はい、D ハロ4位ですこれ。あ、4位なんですね、うん、私もっと上、もう2位とか1位ぐらいかと思ってましたちょっと、まあ、気持ちは分かる、はい、気持ちは分かる。いやー盛り上がったね。盛り上がりましたね。Dハロ本当よかった。でも俺仮装もね、年パスがあったらもっとやってた。ああ。確かに。なあ。でもね、それでもね、仮装今回4回5回それでもやったかな。まあ都度かっか課金でよくやったよ。そうですね。でさ、俺やっぱりコスプレの友達も多いからさ、はい、でコスプレのレイヤーのフォローをしてて。うんうん、みんな見ててやっぱ仮装民やっぱりみんないっぱい行きたいから、うんうん、みんなさ5回6回7回行ってるわけよ、うんうんうん、みんな都度書きに行ってるやん、はい、すげえなと思ってねうん、うん、いや盛り上がった。そうですね、うん、この中で久しぶりに、あ、ハロウィンってそういえばこんだけ毎年混んでたなって思い出されましたね、うん、そうそうそう、よかった、仮装も良かったし、でまあ昼のパレードは残念だったね。いまだになんかちょっと停止なしの、あの盛り上がらないイントロの入場曲でみんながどよこんなになったまま通過していくっていうね、うん、まあでも話題になった、やっぱり手下でみんなどんどん来たし、はい、あとあの粗品も話題にしてたし明らかに入園者増えたしね、うん、増えましたね、はい、なのでよかったよかった、はい、よかったです。でこれは4位しました、はい、いよいよベスト3です。ベスト3ですね、いくぞ、はい、いきます。第3位はこちら、ドン、はい、ジャンボリミッキーです3位、これ3位、おー、なんでかっていうと、はい、まあやっぱり腐っても新しいショーです。なるほど、ショーです、これは新しく始まったショー、はい、で実はこれね、あそこではシアターオリンズと、はい、それからドクターステージでやってた、はい、あのステージグリが終了したっていう。あ、確かに、うん、ステージグリって、うん、あれもなんかコロナの象徴だったんだよね、うん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 、あのステージグリがとうとう終わったってことで、あ、ステージが本来の運用に戻ったっていうことで、うんうん、そのコロナの厳しい規制の中の運営からの一皮向けた脱却の、うん、そういうシンボリックななんかショーだったなって気もする。あ、要は本ステージをやっと本来の姿に戻してくれたっていうね。確かにそうですね、うん、で逆に、はい、あのシアターオリンズのあのステージに登って写真撮れてたっていうね、あ今年の春まで、はい、あれも医療、あれも含めて第3位です。あ、なるほど、うん、であともう一個あって、これ含めんだけど、はい、あの夜のジャンボリミッキーのあの盛り上がりと話題ね、すごかったです、すごかったっすよ夜。いやー、ではあれもニュースになったし、ありましたね、あのグルーヴ感、一体感、はい、あれも本当は分けようと思ったの、はい、夜のジャンボリミッキーと、でもまあ、うん、ジャンボリミッキー全部含めて、う
ジャモリミッキー、うん、あと YouTube でジャモリミッキー検索すると、はい、みんなのダンサーのお姉さんサムネイルがすごいすごいでしょ、もうすごいです、みんなダンサーのお姉さんあのウサピオ状態ね、うんうんうん、ウサピオのピンクブレザーの一緒ねYouTube でいやジャモリミッキー検索するとみんなのお姉さん、うん、とかとかそれもあって、はい、話題性抜群、うん、そうですね、うん、でジャモリミッキーしました、はい、どうだ第3位、いやもう妥当かなと思ってジャモリミッキーはもうなんか、うん、前この名前までは、うん、まあなんか自分の中ではもう子供向けだからだちょっと離れてたんですよ、俺もそう、うん、それがなんかちょっと引き寄せられるっていうか、そう、はい、それがあったので、ね、よかったよね、よかったで、で初めあれを抽選でね、うん、あのショーをやるっていうのに、いや大人の俺も抽選していいのかよっていうふうに、ん、ちょっと躊躇してたんだよ、あ、はいはい、思わなかった、ちょっと思いました、どうなんだろう、一人でいい人にやり抽選して貧粛大人のくせに海当たりやがってって言ってなんか叩かれたらどうしようと思ったんだけど、はい、あれ全然そんなことないね、なかったですね、うん、もう大人一人でも全然いけるっていうね、うんうん、さすがそのディズニーね、パークのその運営のね、はい、ところの広さも良かったんで、しかもショーの内容もなんか大人目線のためのなんか子供の皆さんだけじゃなくて大人の皆さんも元気ですか、ね、みたいな、ね、そうそういうの増えたので、うん、大人向けのそういう MC があるんで良かったよね、良、はい、かったです、はい、なのでこれを3位にしました。じゃあいよいよ2位と1位、多分なんとなく想像ついてると思うなんとなく、はい、いいか、はい、いくぞ、はい、第2位で、2位いきます、はい、デスタッカツ2位です、2位ですね、2位だよ俺の中が、これでかいでかいですね、今年の2位だよデスタッカツ、どう上げすぎ、いや自分的にはもしかして1位かなってちょっと思ってました、だろ1位取ってもおかしくないからだろ、おかしくないです本当にもう1位があれと衝撃をなすぐらい今年のビッグな出来事だった、うんはい、デスタ復活、復活、いやこれほんと盛り上がったね、盛り上がりましたね、いや何回通ったことが本当に舐めてた、舐めてました、本当に、うん、やっぱあのスニークの時のあの衝撃ね、はい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 、あれはもう、まあ俺たまたまマンション前で、あのヴィランズロッキンを開幕いいとこでね、ちょっと動画撮ろうかと思って、そこで待ってたら、まさかマルフィー乗ってきて、しかも周りもみんなヴィランズ好きの女の子ばっかりだったもんだから、ヴィランズワールド好きな、手下好きの女の子もたまたまいたんで、周りに。あれ全然知り合いでもなんでもないんだよ。たまたまなんか、ヴィランズグッズすごい身につけてた女の子いるなと思ったら、はい、まあいい感じに反応してくれて、はい、すごかったね、あのスニークは、ね、でスニークの映像みんな入ってるの、あの声がパレードルート至る所でみんなの悲鳴がね、キャーって、うん、で元々の手下好きだった人が何手下復活ってことで、うん、みんながわーっとだったり行くかって来てたし、うん、で手下のことよくわからない、うん、今年のこのヴィランズロッキンで初めて手下にハマったっていう人もいたし、うん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 、やっぱりあの当時の演者、うん、中の人をやっぱり呼んだ、ね、来たのもすごかったし、すごかったです、うん、で音楽もあの2007年のね、はい、あのロッキンっていうあの曲をもう一回使ってくれたし、はい、でまあ、停止もなかったけど、うん、よかったよね、はい、よかったです、よかった、なんか久しぶりになんかコロナ禍になって、うん、今までショーとかパレードとかって、うん、1,2 回見たら、うん、まあ、当分はいいかなってなってたんですけど、うんうん、なんか昔のショーみたいにまたすぐ見に行きたい、また見に行きたいっていう気持ちにさせてくれて、うん、なった、うん、何度も何度も行きたいってなった、はい、やっぱ生のライブの感じじゃない、うん、やっぱりあの MC が面白いんで、はい、で皆さんそんな手下好きだったとかってね言う人もやっぱりいて、多分アイヤー君もそうだと思うんだけども、まあ、手下っていうよりもやっぱり MC のお兄ちゃんだよね、そうですね、普通に気のいい面白い、はい、盛り上げ役の煽りのその MC のお兄ちゃんが面白いっていう、うん、そういう感じだよね、そうですね、うん、だから最後の
やっぱりラス会とかも、うん、やっぱりなんか最後の言葉を気になってましたよね。そうだよね、はい、そうそうそう、うん、だから俺ラス会最後はトゥーンタウンの最後のね、うん、あの門が閉じるところでちゃんと見ようと思って、はい、うん、俺あの日チケットをたまたま買えたんだよ、あれギリギリ15時ぐらいにインしたんだよね。いや、初め売り切れてて、はいはい、あの日、はい、あやっぱさすがに出す気出すか、うん、もう、ね、10日ぐらい前に売り切れてて、まあ無理なんだろうなと思ってポチ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 って見てたら、はい、ポロッと出て今からワンデー買うと思ってすごい3時からでワンデーはすごい。そう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 、3時4時にワンデー買って入ったんだよね。いやでもよかった、最後の最後アップルポイズンちゃんと消えるとこまでね、はい、ちゃんと見届けることができたのでよかった、よかったです、よかった。これね、来年も帰ってきてほしいね。そうですね、どういう形か分かんないけどね、うんうんうん、どういう形見るか帰ってきてほしいね、はい、今回復活した残りの5人も見たいしね、見たいですね、うん、なんで本当にねパークが盛り上がってよかった、よかったです。うん、やっぱみんなが手下行こうって言ってね、そういう気持ちになってたし、うんうんうん、あの日あのハロウィン中はね昼のスプーキーブーとそのドリミと、うん、このロッキンとイーパレと4つのパレードがあったんだけど、はい、やっぱゲスコンのお姉さんもいやもうダントツぶっちぎりでこのロッキンの方がゲスト一番多いですってやっぱそうだったし、そうだったですね。でパレードルートで場所取りしようかなと思ってパーッと見に行くと、すいません座りの最前立ち見最前はどの辺ですかって言うと、あ立ち見最前列はこちらです、あそこみたいな嘘でしょって言って、他のパレードは立ち見最前その辺ですよ、はい、ああはいはいなったのに、ロッキンはあ立ち見最前あちらですはぁ、遠い家で、あそこみたいなどんだけみたいなね。そうですね、うん、いやなので久々にねこうみんなが喜んだこうパレードだったね、よかったですね、うん、この1年がやっぱなんかあの気の抜けたビールみたいなね、うん、パレードが多い中で久々にこうみんなが湧いたパレードだったんで、はい、よかったです、よかったです、よかった、はい、ね、これ2位です。じゃあ1位いきますか。はい、1位、さすがにもう1位はさすがにですどうする全然違うからいきます、はい、1位はいビリーブですね。ビリーブですね、はい、はい、これもね期待1位通りでした、うん、ビリーブ、しかも延期を重ねてのね、そう延期に重ねてで、うん、これ完全これもディズニーシーで景色変わったよね。変わりましたね、ほんと景色変わった、うんうん、特に15時16時頃、うんうん、ハーバー行くとまずゲストの熱量、うん、あとそのキャスト、キャスそのあらゆるところから集結してるでしょ、うん、そうですね、すごいよ。もうおっさんで言うともう仮面ライダー大集結だよ、わかる？わかります、ウルトラマン大集結、まあ、若い子向けに言うと平成ライダー大集結、わかる、はい、毎日が仮面ライダーディケイのもう全員出ますみたいな、わかる、はい、歴代レッド集合みたいな毎日が毎日がもうね、なんかもう東映漫画祭り、おすごいよ。だってもう全エリアから来てるよね。はい、来てましたね、本当に。もうだって俺この間行った時にさ、はい、俺チケットもぎり、うんうんうん、プレミアアクセスの QR コードのリーダーやってくれたのが、はい、あれだったよ、シーライダーだったよ、シーライダーですごいプレミアアクセスのゲスコンが、はい、あれだった、トイマギだった、おわ、うん、あと入り口エントランスもいっぱいいるしね、あとねアクアトピアもいたな、おうん、あとはタワテラもいたし、タワテラもすごい、すごいよね。なんでもうパークの景色ガラッと変わったよね。あとあのロープね、あロープ、ロープのパーティションもすごいし、うん、やっぱねこの開発期95億にふさわしいショーだなと思うね。どうビリーブは？そうですね、ビリーブはまあなんか95億って聞いて、うん、まあ、すごいんだろうなと思ってた自分のはるか想像をまた超えてきたショーだったし、うんうん、すごい、はい、スタート前とかもなんだろう、地面にだんだん印が増えてたりとか、あなんかロープの跡地とか、なんかだんだんとすごい、うんうん、すごい時間をかけて準備してるなっていうところから、うん、あ力の入れ量が違うと思って、すごいよね、うん、
ちょっとまた見たいな、これはね。いろんなところで見たいんでね、また見たいと思います。はい、一応ね、あと20以下の県外もあるんでね、はい、県外も見ていこうかな。県外はね、細かいんだけどね、イクスピアルにね、マックオープンとかね。あと、まん防がね、あったりとか、あと、舞浜駅のホーム新園とかね、あと、マウスビートがね、感染症で中止とかね、あとね、わざと県外にしてやったのがね、複数日来園パスポート。覚えてる？覚えてます。うん、おめえ県外だよ。これは、やくん、どう、何位？いや、これはもう全然もう忘れるぐらい。だろう？あとね、3月にね、メルカリとね、はい、これ提携だったの知ってる？あ、それ知らないです。知らないじゃん、はい、要はね、メルカリと締結して、はい、転売抑止に努めますっていうね、メルカリとね、はい、OLC 同時にプレスリリース発表だったんだよ、3月ぐらい、はいはい、知らないんだ。知らないです、ね、うわ、じゃあ県外だよ。うん、あとまあパワハラ訴訟判決出たりとか、うん、あったでしょ、はい、あった、覚えてる、うん、とか、あと TikTok 炎上した。あ、炎上しましたね。あのクマ、クマハムハムハム、あのピンクのリングの、はい、あ、でもやっぱ県外でいい、はい、いいと思います、うんうん、あと子供チケット半額あったでしょ。ありましたね、うん、あったあった。あとハリスタ捜査始まった。あとね、これウィークリーナイトパスポート、あー、これも悩んだんだけど、はい、まあ県外にいっかこれもと思って、まあもともと前からあったからね。そうですね。あとミエルズ再開7月に、お、うん、これめでたいんで、はい、もうちょい上の日かと思ったけど、まあレストラン再開もまあ県外かな。あとイーパレトレインリニューアル、あー、これどう、県外は、まあ、もっと上でも20位には入んないかなって感じはしますけど、でも21位ぐらいかなって、やっぱり結構衝撃が大きかったので、うん、でまあ入れてもまあダメじゃない感じだよね、はい、うん、あと7月のイベント、お、あのズームでね、マックス。いやー、でも夏イベントなしってことで、そうですね、これもニュースにしようかと思ったんだけど、うん、いやもう県外でいいやと思って、はい、県外です。県外でいい？はい、意見いいですね、はいはい、あと10月にね、地面に穴が開いてあのキャンセルというね、穴キャンですね、穴キャン、穴キャンっていうか、まあ厳密には蓋したところに盛り上がっちゃったんで、はい、地面の不具合なんだよ、ね、穴開いてねえんだよ。あれでバズった、バズりましたね。どう、県外でいい？あ、入れる？あれ、そう、いや、え、あれ、なんで本当に20位内に入れる大事なニュースだ、あれ。いや、まあでもそうですね、まあ22位とかぐらいですかね、うん、いい、はい、入れなくていい。そうです、マジか。うん、あと牛本育の市中デニッシュが謎にバズったやつ。ああ、そうですね、いまだバズってるよ。バズってますね、いまだに。はい、いや、でもあの県外かな、あれも。そう、実は食べてないんですよ、まだ。やっぱりあれ食べれないよ、あれ。そうですね、いや、あれ本当にたまたまね、はい、そのてかね、ハロウィンとクリスマスの間は行ける、ここしかないと思って、うんうんうん、あれ狙っていったんだ。ああ、さすがです、うん、多分ね、クリスマス終わったんで、はい、あれ行けると思うよ。あ、本当ですか、うん、9時で行けると思う。あ、うん、頑張ってみて。はい、行ってきます。はい、あとは劇団四季の20夜襲、はい、もう入れようかなと思ったけど、まあそんな話題になってねえからなと思って。そうですね、県外、県外でいい、はい、あとクリスマスと、クリスマス、はい、こんなもんかな。以上です。はい、ざっと見てどう？もっと僕は上ですね。私は上で、何かある？まあそうですね、うん、まあ私、まあやっぱりショーパレが好きなので、うん、トータリー、イースター、シャイニングはもうちょっと上で、やっぱり個人的にはまあリーナベルとか、うんうん、まあ、もうちょっと下だったかな。ああ、なるほどね。オッケーオッケー、ここはまあ人それぞれなんでね、はい、これ別の人にね、あの作ってもらうと全くガラッと変わるんで面白いわけです。それは人によってはリーナベル1位っていう人もいるからね。そうですね、そうそう、人によっているからさ、いや、ジャンボリミッキー1位だよ。やっぱあのダンサーダンサーダンオタねとかいる、多分いると思うんで、ね、はい、なのでここは人それぞれで。あとはまあ、うん、ウィークナイトパスの5時からのやつが、うん、やっぱり今回結構手下のこととかも結構たくさん利用させていただいたので。あ、そうね、結構そこは利用させていただいて、いや、こんだけ活用できたって考えるとちょっと順位が少し上がったかもしれない、ね、うん、あ、そうね、ウィークナイトね、もうちょっと見てもいいかもしれないね、はい、うん、まあこれビリーブ間に合ったらもっといいんだけどね。そうですね、間に合った。
とかとか、はい、こんな感じで今年もいっぱい話題ありました。はい、はい、じゃあ2023年はね、いい年になるといいね。いいですね。やっぱまずはこのやっぱりこのコロナの感染症対策の緩和、そこだよね。そうですね。それと40周年、お、あれね、40周年発表になってるけど、あれで終わるはずがないんで、絶対に第2第3の矢は絶対あるはずだから、あんなスカスカではずがないんで、現に Shining with you だってこれ後から発表になったからね。そうですね、だからあんなスカスカなわけないので、必ず追加でね、なんか発表あると信じてます。はい、信じてます。そしてあのハンガーステージとか、ドクターステージとか、シアターオリンズとかもね、今ちょっと中途半端なんで、必ずなんかこれ新しいあのショーとか復活とか多分するはずだし、あとこのソーシャルディスタンスとか、あとこのコロナの規制もね、海外並みに緩和になったら、もっと距離もくっついたり、そうですね、ダンサーも帰ってきたりとかも十分あり得るので、それを期待しましょう。はい、期待したいです。年パスも期待しましょう。はい、はい、もうお願いしますって感じで。こんな感じで。こんな感じで、じゃあ今年1年ありがとうね。はい、ありがとうございました。はい、また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さんも良いお年を。良いお年を。ありがとうね。バイバーイ。